プラット軍は、アメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は8619人で、軍庁所在地はウィートランドである。プラット軍は2人の共和党の有力政治家を、輩出している。プラット軍は1911年に組織された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積5467平方キロメートルである。 このうち5400平方キロメートルが陸地で67平方キロメートルが水地域である。総面積の1.23%が水地域となっている。プラット郡の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でこの郡は8807人、3625世帯及び2494家族が暮らしている。人口密度は2。 平方キロメートルで、1、平方キロメートルの平均的な密度に4528件の住居が建っている。この軍の人種的構成は、白人96.18%、アフリカンアメリカン0.16%、先住民0.50%、アジア系0.17%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.69%、及び、 根結1.27%で、人口の5.28%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうち31.7%が、ドイツ系、13.4%が、アイルランド系、11.3%が、イングランド系、7.5%が、アメリカ系移民の子孫である。3625世帯のうち 30.、30.00%は18歳未満の、 子供と暮らしており、58.90%は、夫婦で生活している。6.80%は、未婚の女性が、世帯主であり、31.20%は、家族以外の住人と同居している。27.30%は、独身の居住者が住んでおり、13.20%は65歳以上で、独居である。 一世帯あたりの平均人数は2.40人であり、家庭の場合は2.92人である。郡内の住民は25.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.60%、25歳以上44歳以下が24.30%、45歳。 以上64歳以下が27.30%及び65歳以上が16.60%にわたっている。中央値年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は97.40人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.50人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は33,866ベードルであり、家族ごとでは41,449ベードルである。男性の31,484ベードルに対して、女性は19,635ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,530ベードルである。 人口の11.70%及び、家族の8.50%は貧困線以下である。18歳未満の15.90%及び65歳以上の12.20%は、貧困線以下の生活を送っている。チャグーターにある州道313号線遠くの、スワンランドキャトル社長国勢調査指定地域、ワイオミング州プラット郡の基礎情報を、 全国カウンティ協会。2008年9月27日閲覧。アメリカ合衆国統計局。2008年9月27日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。